いや、あのね、まさかね、ピチピチギャルのキャラの、あの、極限 Z 覚醒が来るなんて、夢にまでも思ってませんでした。いつもありがとうございます。オズボンバー、徳島のパムキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、詳細はね、私のコミュニティに投稿してますんで、またそちら、ご覧になってくださいと。いう話は、ま、先で置いて、爆裂チェインバトルが開催されましたね。はい。うん、やっていきましょう。まあまあ、詳細見ていくんですけど、もう皆さんね、事前予告来てたんで、お分かりの通り、まあまあ、竜神楼、乙姫、で、ジャーク竜編、孫悟空の系譜コンビネーションということで、はいはい、こちらですね。はい。はい。で、貸し出し用サポーターね、用意してますねや。用意してますねや。うん、これちゃうよ。この、長径これでいくわ、とりあえずな。うん。長径とりあえずこれやわ。あ、いける。これ、レベル12。パンちゃんレベル12してるから大丈夫、大丈夫。はい。で、あと、極径ね。極径これやな。ジャーク竜たち。はい。とりあえずこれでいくわ。あとは様子見で。うん。ちょっとあと、変更したり、させていただくわ。早速やっていこう。あと、まあ、私のバクレチェインバトルの動画は、あ、特殊のパンプキン、そういうダメージポイントを出したんだっていう目線でご覧になっていただいて、がっつりちょっとパグレチェインバトルのやり方を知りたいなって方は、いろんな方のね、はい、配信を見ていただいて、動画を見て、参考に、しちゃってちょうだいと、うん、私は思ってます。まあでも私の動画も、参考に少しでもなるかと思いますんで、ぜひね、まあ最後まで見たってください。で、バトルキャラクター俺これにしようと思ってんだ。うん。まあ当て、いつもなんか当てずっぽでやってるような気がするけど、これね、極限 Z 覚醒しました。ゴパンクスね。これをバトルキャラクターにするわ、今回。さあ、問題はフレンドサポーターなんすわ。うん。まあとりあえずこれでいってみましょうか。長径コネクターこれでいきましょうか。KF とジャーク流変すわ。SR 上がりの、UR になるやつな。うん。これを、コネクタ、長径コネクタにして、ミッチャの借りようか。ね。ミッチャの借りよう。で、数字が ?50、55、32。あ、いい数値ですやん。で、あとなんですけども、いい神論ばっかりとか、ないっすかね。いい神論ばっかり。いつでもみっちゃんのバトルキャラクターというかフレンドサポーターが抜群に、なぎおさんめっちゃいいやん。誰だろう誰かわかんないけど。合計が2638。はあ、はあははあ、はこれでいく？あ、これは1332。そうな。じゃあ一回これでいってみようか。わからんな。じゃあ一回これでいってみるわ。ね。よろしくどうぞ。ちょっと戦闘はカットします。よっしゃ、よろしくお願いします。さあ、1億以上出るのかしらね。今回もボーダー高そうやけどな。さあ、いかがなものかい。1億2800万。ということは、上位 2% ぐらいかな。どうなんでしょうか。上位 2% ぐらいかな。ありがとうございます。まあ、早速ね、1億以上ダメージは叩き出せることが、とりあえず、まあ、できましたと。やっぱりバトルキャラクター LR5 パンクスですね。みっちゃんありがとう。みっちゃんありがとう。で、合計が、やっぱりいい神論染め、の方が、いいことが分かりました、値。まあ、これが正解かどうかは知らないけど。うん。で、選んだ3体ですけども、3。とりあえず、私はスーパーサイヤ人。孫悟空3を、3体選ばさせていただいて、カテゴリー ×20 のリンクスキル ×13 ということで、バチバチのいい数値、出てるかと思います。で、今回のダメージ1億2800万ダメージ叩き出すことができたということで、上位何パーですか？よろしくお願いします。あ、やっぱりね、上位2パーね。はいはいはい。ということは、ボーダーが、1億3000万以上叩き出さなきゃいけないっつう話ですね。はあはあ、なるほど。理解しました。ということで、またね、いい、キャラというか、そうですね。やっぱり、ここ、長径コネクターは、あ、ヒデシーや、ヒデシー。ヒデシー。
超軽コネクタはこれがいいんだけどね、なんで出てこないんだろう。ヒデシー下手怒られるの。あーそう、うん、え、じゃあこれは50、20、あ、やっぱりジャークリューと孫悟空があった方がいいから、超軽コネクタこれがいいんだけどね、なんで出てこないんだろう。俺のやり方がおかしいのかい。まだまだ把握してないのか、あたい。あ、出てきた。これ、これ、ちょっと一回これやってみていい？出てきたわ。ちょっと一回これでやってみよう。干したら、どういこう。あ、ほんでもチェインパワー少ないな。チェインパワー少ないぞ。少なくない？あ、少ないわ。やっぱ SR の、先ほどのいいのか。いや、わからんな、これ、今回。え、何？ちょっと。ま、ちょっとまた、試行錯誤、やってみます。うん。で、先ほどの、やり方であれば、ね、1億、1億ダメージは、叩き出せることができるっていうことなんで、皆さんも、このやり方で、やってみては、どうでしょうかというところで、ちょっと短い動画かな、になったかもわかんないですけども、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。